はい、どうもみなさん、こんにちは。いずいっこです。それでは今回なんですけども、特別定額給付金の申請書の書き方を解説、注意点やポイントをチェックということで、先日僕のツイッターでも少し呟いたんですが、やっとですね、僕の自宅に特別定額給付金の申請書が届きました。そこでですね、この動画では、僕はオンラインではなく郵送で申し込みを行ったので、まあその書き方や注意点など含めて解説をしていこうと思います。それでは行ってみましょう。 まあ、そもそもですね、こちらの特別定額給付金とは何ぞやということなんですけども、まあ、すでにもういろんなニュースとかテレビとかでまあご存知の方多いと思うんですけども、今一度確認ということで簡単にお伝えします。それがこちらなんですけども、まあ、ちょっとそのまま読みたいと思うんですが、日本における新型コロナウイルス感染症による経済的影響への緊急経済対策の施策ということで、2020年、令和2年に実施される日本に住民基本台帳がある世帯主の方に 定額の現金を給付する制度またはその給付金であるということでまあこれウィキペディアから引っ張ってきたんですが。 ま、実際にその給付金というのがですね、一人当たり10万円がもらえるというような制度となっております。まあ、ほとんどの方がですね、まあ、申請できるので、まあ、10万円本当ね、もらえる方はちゃんと申請していただければと思います。まあ、念のためですね、この給付の対象者という方もちゃんと決まってるんですけども、基準日、令和2年4月27日時点で、住民基本台帳に記,記録されているものということと、受給権者ということで、その受け取る権利がある方として、給付対象者の属する世帯の 世帯主のの方とといいうことになっていますので、これは間違いないいようにお願いしますでこの特別定額給付金の受付及び受付開始日ということなんですが、まあ、ここにも出てるように、申請期限自体は返送方式の申請受付開始日から3ヶ月以内となっております。で、少し下にも出てるように、支給申請の受付開始は居住市区町村ごとに異なります。詳細につきましては、今お住まいの市区町村にお問い合わせくださいということで、 やっぱりその住んでる場所によっては、その受付の開始っていうのが少し変わってくるので、これはちょっとご自身で公式ページをチェックしていただければと思います。一応ですね、この公式ページのここの部分、市区町村の対応状況というところをですね、クリックしたら、ごろんなような画面が出てきます。これは実際にですね、5月の29日までに郵送が開始されている団体一覧ということで、上は北海道からですね、下は沖縄まで、今はこんな状況ですよっていうのもちゃんと確認することができますので、今一度確認していただければなと思います。 で今回の,この特別定額給付金の申請方法に関しては2つの申請方法というのがあります。まず1つ目は郵送での申請ということとあとは2番目のオンラインでの申請ということですね。このオンラインで申請する場合はパソコンからでもできますしスマートフォンからでもできます。 ですが、このオンラインで申請する場合は、このマインナンバーカードがどうしても必須となりますので、通知カードではなくて、カードタイプのマインナンバーカードですね、これが必要となるので、もしお持ちの方はオンラインでの申請してみるのもいいんじゃないかなと思います。そして、今回の動画のタイトルにもありました通り、今回僕はですね、郵送での申請を行いましたので、その書き方など含めて、一緒に見ていただければと思います。 早速ですね、届いた書類というか封筒がこちらなんですけども、僕はですね、福岡県は福岡市というところに住んでますので、ご覧のような封筒が届きました。特別定額給付金申請書が入っているということですね。 早速ですね、こちらの封筒の中身を開けてみると、ご覧のような中身となっておりました。まあ、多分この入ってる中身に関しては、もしかすると住んでる地域によっては変わってくるんじゃないかなと思うんですけども、まあ僕のこの福岡市に住んでる一例としてお伝えするんですけども、まず1枚目に特別定額給付金の案内がついてました。そして返信用の封筒。 で、申請書もちゃんとありまして、あとは申請書の記入例というのがあったので、まあこれにちゃんと注意点などが記載されておりました。で、一応ですね、この裏面に見たら、英語であったりとか中国語とか韓国語も記載されてましたので、結構まあ親切な記入例だなと思いましたね。 でですね、早速記入をしてみたので、まずちょっと半分に分けてお伝えしようと思うんですけども、まず上半分からですね、じゃんということで、ここから見ていこうと思うんですが、まずは上から申請日ですね、ご自身が実際に申請する日にちをここにまず入力をしていただいて、次に氏名、ちゃんと振り仮名も書いていただいて、あとは印鑑と、 あと、昼間に連絡可能な電話番号の記載ということですね。で、次、ここですね。ここ一番注意するところなんですけども、まあ、一時期ね、ちょっとニュースでも話題になってたところではあるんですが、この特別定額給付金を希望するかしないかというふうにチェックを入れるところがあります。以前ですね、僕ちょっとネットのニュースとか見てるときに、ここチェックする項目が、その場所によって住んでる地域によって申請書がなんか若干変わってくるらしいんですよね。ですが、僕が今回この福岡市の申請書は、ここに希望するか、 しないかというところですね希望するか不要かというところチェック入れるところがあったのでここは希望するにチェックを入れるということになりますもしですねこれ不要であったりとか何かこう若干書き方が変わっている場合があるのでここはぜひですねご自身の申請書をしっかりとチェックしてみてくださいそしてこの上半分のですね記入が終わりましたら次に下半分ですね じゃんということで、ここの3番目の受け取り方法に入っていきます。まず、口座振込か現金にチェックを入れる項目が、左の端っこの方にあるので、必ずいずれかにチェックを入れてください。で、口座振込の場合なんですけども、ここに、金融機関であったりとか、支店名、口座番号を入力をしていただきます。で、もし、ゆうちょ銀行を使われる方の場合は、下の項目、丸2番のところに、ゆうちょ銀行の口座振込の場合というところがあるので、ここをしっかりと記入をしてください。 あとは4番目、代理申請を行う方の場合は、しっかりとここも記入していただければと思います。そうしましたら、記入する項目は以上となります。次に、必要書類などのコピーなどの欄に移ります。まず上半分なんですけども、ここに関しては本人確認書類のコピーということで、 例えば、運転免許証であったりとか、マイナンバーカード。これは、顔写真がついているカードタイプの方ですね。通知カードではできませんので、これをお気をつけください。あとは、住民基本代帳カードであったりとか、パスポートであったりとか、あとは、健康保険証などですね。これの、いずれか一つのコピーをここに貼り付けをします。 そして、それが終わったらですね、もし銀行振込の場合、振込先の口座が分かる書類っていうのをですね、ここに貼っていただく必要があるんですけども、例えば通帳の場合なんですけども、ここは口座番号が書かれた部分をコピーしていただいたりとか、あとキャッシュカードをお持ちの方であったりとか、そしてインターネットバンキングを利用されている方の場合は、画面の写しでも可能ということでございました。それのいずれか一つをコピーして、ここに貼り付けをしていただきます。そして最後ですね、申請期限は、令和2年8月31日月曜日消信 有効ですと とととといいいいううここここここででででございまししたのののののの福福岡岡市市場合はははになるるもしですねこのチャンネル見られてて方はここは気をつけてくださいそうしましたら、返信用の封筒に入れていただいて、ちゃんとですね、ここに確認をしていただく文がありましたので、ここもちゃんとチェックしてください。まあ、そのまま読むと、ご提出いただく書類に不備があると、給付金が支給できない場合があります。封入前にもう一度、同封物をご確認くださいということでございましたので、まあ、先ほどね、記入されたものであったりとか、あと 確認書類のコピーとか銀行口座の。 コピーなどですねこれがちゃんと入ってるか確認した上でそれができましたらあとはもうポストに入れていただくということになりますめっちゃ簡単ですねで実際に僕がやってみたことをですねまとめるとまあ、記入自体は本当に簡単でしたもう3分からもう5分もかからない程度で終わりましたでですね一応僕も事前にその必要書類っていうのをもう準備してたのでだいたいその3分から5分ぐらいで終わったかなという感じですねなのでもしですね郵送で申請される方の場合は事前に必要書類のコピーを 準備していただくとかなりスムーズにできるんじゃないかなと思いますで、あとですねもうこれもスすンにされている方はも多いと思いますオンラインでの申請もできるのでもしですねマイナンバーカードをお持ちの方 顔写真付きのマイナンバーカードですね。これをもし持ってる方いらっしゃいましたら、もうオンラインでの申請もできますので、その方法で行うのも全然ありなんじゃないかなと思います。まあ、特に急いでないよっていう方がいらっしゃればですね、全然今回みたいに郵送でも全然ありだと思います。そして残りの細かいところに関しましては、特別生学給付金の公式のホームページがありましたので、例えばそこで細かい FAQ などもあったので、こういったところはこうかなというところですね、チェックしていただいて、もしわからない場合はコールセンターなどの電話番号も持ってましたので、それもチェックしていただいて、 いいただければなと思いま,すまあそんなこんなで今回は特別性学給付金の申請書の書き方ということで輸送の方法についてお伝えをさせていただきましたまあほねなかなかまだこの書類とかが届いてないという方も申請書が届いてないという方も中には全然いらっしゃるとは思うのでもし届いた場合は一つでもまあ参考になればなと思いますまあほにねこの10万円という金額はかなり大きいとは思うので もう本当に届いたらなるべく早く、もう後にしようとか明日にしようってなったらまたその振り込みとかがまた遅れてしまうっていう場合もあるかもしれないので、まあできればね、本当に届いたら早い段階ですぐできちゃうので、行っていただくのが一番ベストかなと僕は思っておりますと。ちなみに僕自身この10枚の使い道に関しては多分もう普通の生活費としてすぐに消えちゃうかなと思うので、まあ大事にですね、使おうかなと思っておりますということで、本日の動画は以上です。 ご視聴どうもありがとうございました。 昨日ですね友達と久しぶりに釣りに行ってきたんですけども意外とですねちょっとなかなか釣れなかったんですが釣れたのがこの可愛いいアジが釣れましたかなり久しぶりの釣りだったんですがめちゃくちゃ楽しかったですねで自宅に帰って後日僕ほとんど魚をさばいた経験がないんですけども YouTube とあとはネットを検索しまくってアジのさばき方みたいな感じでなんとか ばくことができました。まあ、料理自体はですね、もうシンプルに塩焼きにして食べて、食べたんですけども、これがまためちゃくちゃうまいですね。なんかこう、自分で釣った魚っていうと、さらにこう、美味しさが増してるような気がしました。まあ、そんなですね、僕の何気ない日常などに関しましては、下の Twitter ですとか、あとは Instagram などでもう発信をしてますので、もしですね、興味がある方、フォローしていただくと、めちゃくちゃ嬉しいです。ということで、ありがとうございました。